はい、定刻になりましたので、ただいまより令和4年度サステナブルな観光コンテンツ強化モデル事業成果報告会を開始いたします。私は進行を務めます事務局長浜と申します。よろしくお願いいたします。それでは開会にあたり観光庁環境省よりご挨拶を申し上げます。はじめに観光庁 観光地域振興部観光資源課富田課長よりご挨拶を申し上げます。はい、えー、皆さんこんにちは。えー、観光庁観光資源課長の富田でございます。あの兵庫より観光行政の方に、えー、ご協力いただきまして、またそれから、えー、観光地域づくりにですねあの取り組んでいただきましてあのありがとうございます。またあの本日、えー、お忙しい中ですねこの、えー 事業サステナブルな観光コンテンツ強化モデル事業の成果報告会にご出席いただきまして、ありがとうございます。あの本事業ですけれども、あのも今年、あの30地域を選定いたしまして、えーまあ、そのコンテンツ、サステナブルなコンテンツ作り、えー、コンテンツの造成というところ、それから好、えー、循環の仕組み作り、それから、えー、体制整備という、うまあ、この大きく3点についてあの取り組んでいただきました。 で同時にです、ね、あの有識者委員会のであで、あの本日、ご出席いただいております、あの国学院大学の下村先生、それから和歌山大学の加藤先生、はじめ、有識者の皆様とです、ね、あのサステナブルツーリズムの推進のあり方とか方向性について、あの事業の進捗をご報告しながら、えー、と議論を進めてきたところでございます。 あの後ほどあの、えーと、授業について、それぞれ先生からのご報告もあると思いますけれどもあの、公表もいただけると伺っておりますけれども、有識者委員会の中ではあの、コンテンツ作りっていうのをあのよりあの強化していくべきというご指摘もあの頂戴しているところでございますあの。観光行政の方向性でございますけれども、あのインバウンドもまあ復活してまいりまして、えー、今年度中、まあ、今月中ですね、 あの観光立国推進の基本計画もあの改定する予定になっておりまして、その中で、まあ、3つの大きな戦略のうちの1つに、まあ、持続可能な観光地づくりという戦略が含まれております。えー、すなわち、そのサステナブルツーリズムというものが非常にあの大きな戦略の1つとして位置づけられているわけでございまして、あのまあ、重要性というサステナブルツーリズムの、まあ、推進というものの重要性というのは、 まあ、ますます高まっていくことになるのかなというふうに考えております。あの、観光庁でいたしましても、あの、地方運輸局ともどもですね、あの、次年度以降も、このサステナブルツーリズムの推進というものに、まあ、あの、しっかりとあの取り組んでまいりたいというふうに考えております。あの、ので、また引き続きよろしくお願いしますということと、それから、この、えー、本日、この発表いただく、この8地域というのは、この30地域の中でも、まあ、とりわけ、あの、熱心に、 取り組んでいただいた地域ということでございますので、まああの横同士でまあどういう取り組みをやっているのかというところをあのそれぞれえっ、ー、と見ていただいてですね、あの、えー、それぞれの地域におけるまあ取り組みの参考にしていただけたらというふうに思います。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。えー、続きまして環境省、えー、自然環境局 国立公園課、国立公園利用推進室、岡野室長よりご挨拶申し上げます。はい、えー、ただいまご紹介いただきました環境省の岡野です。まあ、日頃よりあ環境行政、それから国立公園に係る行政につきまして、えー、ご協力いただきありがとうございます。また、成果報告会の参加ありがとうございます。あの環境省はですね、あの国立公園というものを所管をしております。でこちらの日本の優れた自然の風景地を、 保護しそして多くの方々に利用いただいてですね、まあ、学びと感動を得ていただく場所として全国に34か所を指定をされております。現在あの環境省ではですねあの国立公園満喫プロジェクトということで、えー、海外の 方それから国内の方にもですね、えー、訪れていただいて、まあ、国立公園を楽しんでいただこうというプロジェクトを進めております、まあ、その中で我々キーワードとしてますのがあ保護と利用の好循環でございまして、えー、優れた自然風景地を保護するとと,ともにそれを利用していただくで利用していただいた方がその自然に感動しそこを守っていく力になっていくでそして、えー、観光でもたらされた経済活動が、まあ、地域の 活性化をもたらしその地域の力がですね自然を守っていくそんな好循環を作っていきたいというふうに考えておりまして自然を満喫できる上質なツーリズムというものに取り組んでいるところでございますあの今回、えー、成果報告会をさせていただきますこの事業でございますけれども、まあ、観光庁と環境省が連携して取り組む、まあ、初めての事業という形になっておりますで今回選定させていただいたモデル地域の中にはですね 国立国定公園に関わる地域も多く含んでいただいているところでございますこの事業で目指していくのはまさにその観光と環境と地域社会が持続可能な形で進んでいくその仕組みづくりだというふうに思っておりますあの環境省の方でもま今回の事業をきっかけにですねいろいろな学びを得て いろいろなところにも展開していきたいというふうに考えているところでございます。今日はあの各地域の取り組みの発表を大変楽しみにしておりますし、こういった知見がですね横に広がってですね全国的にサステナブルな観光コンテンツがどん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 増えていくということを願っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして本日の授業 発表についてご講評をいただく有識者の先生をご紹介いたします。えー、国学院大学観光まちづくり学科観光まちづくり、えー、下村昭夫教授。で、和歌山大学、えー、観光学科観光学部観光学科、えー、加藤久美教授。よろしくお願いいたします。はい、えー、お二人には、えー、本事業で設置した、えー、有識者委員会。 において委員をお務めいただいております、えー、本日は、えー、よろしくお願いいたします続きまして、えー、本日の流れを簡単にご説明いたします、えー、まずは事務局より、えー、本事業で取り組みいただいた三十事業 についいてご紹介をいたします、えー、続いて、その30事業の中からです、ね、本日は8事業について、えー、各実施事業者様にです、ね、成果報告をいただきます。えー、成果報告については、えー、前半パートで4事業。 後半パートを休憩を挟み4事業、それぞれご紹介をいただくという流れになります。なお、各パートの終了ごとにですね、終了時にはですね、各事業の有識者委員会であらわれています、先ほどご紹介した先生方よりご供述をいただきます。全体で約3時間、17時までの開催を予定しております。皆様、どうぞお付き合いいただけますと幸いです。それでは、うん 事業全体の紹介について事務局池田よりご説明いたします事務局の池田ですそれでは私の方からサステナブルな観光コンテンツ強化事業について説明申し上げますどうぞよろしくお願いします本事業は冒頭にご挨拶いただきました通り観光庁と環境省の連携による事業です世界的に持続可能な観光サステナブルツーリズムの関心が高まる中 我が国においてもオーバーツリズム対策や地域資源の保全など地域では持続可能な観光地経営が求められてきていますそして国内外の多くの旅行者がサステナブルな観光を意識するようになっています、えー、そんな中各地に域に引き継がれた自然環境文化歴史 伝統産業等の地域資源の保全と活用を両立し来訪所に持続可能な観光を体感してもらうということでサステがな観光コンテンツを造成していこうそして展開していこうということの取り組みとして本事業を実施していきました、えー、昨年令和4年1月から3月に公募を行いまして全国各地から200を超える応募がありました で4月5月にかけて有識者委員会の審査を経て文化歴史成り合い等の取り組みが11件そして国立公園国定公園内の取り組み19件都合30件を選定そして30業を1月末の事業終了まで進めてまいりましたそしてこの事業においては近年観光庁で取り入れているコーチングのノウハウを活用しました 観光庁が選定した専門家がコーチとして事業実施者に対し改善そして指導をサポートこんなことをしながら事業を進めてまいりましたコーチにはサステナブルツールジムの推進地域資源の保全と活用プロモーションコンテンツ造成についてその知見でアドバイスをいただくということで進めてまいりました 本事業において、そして有識者委員会の議論を経て、各事業を見据えながら、サステナブル数字の推進のために必要な3つの観点があると見出しました。次のサイドお願いします。図に示す ABC これが3つの観点であります。サステナブル数字も推進する体制の強化。 をしながら、えー、観光コンテンテツと造成と造提供を確立する、えー、そして、えー、賛同する旅行者が地域への貢献還元に参画できるとそして経済の循環も招くというようなあ好循環な仕組みづくりこれに取り組むことが重要として事業を推進してまいりました。で3つの観点におきまして、えー、それぞれ、えー、推進するポイントが10あるということでこの図にありますように A の1、2、3。 B の1234、C の123と示しておりますが、都合10のポイントがあるということで、事業を推進しました。で、これはまた、ナレッジ州の方とかにも展開しております。で、各事業の皆様においても、この3つの観点が重要だよということで、事業を推進して進めていただいたというところであります。 で30の選定の事業者の皆様にはこの観点を重視しながら事業を進め単年度に終わることはなく次年度以降も継続して取り組みを進めていただくような活動の方向性を構築していただいて1月末の事業終了後も次はこうしていくんだというような目標設定を設定いただいたとこんなような事業でありました。 で3つの観点における10のポイントはここに示しておりますがそれぞれこれは各事業を進める中でその事業がどんな活動になっているかそれはつまりこういうことをしているなというところで我々の方で見いだしてきたものであります、まあ、サステナブルな観光コンテンツを進めるにはこんな進め方をしていただきたいというような指針と考えているところでありますので参考にしていただきたいと思いますスライドは以上になります 事務局の方として池田の方からこの事業についてはこんな進め方をしたというご説明をしましたこの後各事例の発表がありますのでどんな活動だったか皆さんで配置をいただければと思いますどうもありがとうございました